こんにちは皆さん、こんにちは。始まったかな。お、コメントが来てますね。こんにちは。あ、こちらのこれも始まっています。今日はね、なんとなくこうクローゼットの整理をしていたら15年ぐらいほったらかされていたズボンが見つかって、あ、なんかちょっと可愛いじゃんと思って履いてみました。あのお品がいいチェック柄なのに割とデザインは割となんかポッケだらけで、なんていうの、ワークっぽいっていうか、ワークパンツっぽい、品がいいんだか悪いんだ、悪くはないけど、まあそんなちょっと15年ぶりに引っ張り出してきたズボンでお届けしようと思います。今週は何かあったっけ、ちゃん。今週は何日からだっけ、何日からだっけってさ、今週は1週間前からだよ。あのプリプリのねビデオ、はいはい、うん、あれが今週ね、I love you、 なんか私おすすめされちゃったから見ちゃったんだけどさ、あの I love you のビデオなんていつ作ったんだっけ。しかもアニメだったよね、あれって。そのドルズインラスベガスに入ってんの。いや、入ってないんじゃないかな、あれは。あれは何なんでしょう、あれいつ作ったの。だからドルズイン、誰も出てないよね、そんな、うん、うん、だってあれってさ、嘘だよ、だってさ、あれってさ、I love you だって、 I love you、 あ、そうか、セブンイヤーズアフターのカップリングか。でもバージョン違うんだよ。そしたらプライベートファンファーレが最初だったの。あれってどういうこと。あれってさ、もともとはさ、武道館のライブのオープニング SE を書こうって言ってプライベートファンファーレ作ったんだよね、うん、で、せっかくでものすごいあの高い予算をつぎ込んで録音したものだからもったいないから、あのベスト版かなんかのオープニングシングルズかに入れることになったのは記憶にあったんだけど、あんなビデオになってたんだね。うん、そうね、思い出した、私もあれ見て、あ、そうだそうだって思い出した。あ、そう、うん、まあすごい、だから不思議だなと、ええー、と思いながらあの見てたんだけど、でね、せっかくだから今日はあのプライベートファンファーレ、プライベートファンファーレは実はまあ本当、まあ、この配信を生で見てらっしゃるぐらいの、もうなんていうの、親戚みたいなこうレアなファンの人たちは皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、説明すると、私がもう音楽人生の中で本当に一番青ざめた日はあのレコーディングの日です。で、そもそもでもさ、よくやらせてくれたよね、ちゃんあれ、はい、あのだってさ、ライブの武道館のオープニングでなんかこう、私はね、イメージはジョン・ウィリアムスだったんですよ。なんかこうジョン・ウィリアムスみたいな、もう壮大なこうスター・ウォーズとか、あのチャララチャーン、チャララとか E.T. とかね、そういう感じの、まあ、とにかくジョン・ウィリアムスみたいな映画音楽みたいなので始まって、こう照明でわーって思ってたら、メンバーがこうちょっと途中でこうバンって登場してきてっていう、なんかこう理想があって、でなんで私に書かせてくれる、書かせろって言ったんだろうね、私が多分ね。そしたら当時の、まあ、バブルだったし、スタッフがこれは時々ね、あの好き勝手やらせてね、喜ばしとかないとへそ曲げたらめんどくせえぞっていう感じで、まあ、まあそんなこと言ってないけど、いいよ香織ちゃんって言ってくれたので、生まれて初めてフルオーケストラの譜面を書いてあのレコーディングしたんですよ。もうね、それって一言で言っちゃうとすごい簡単なんだけど、死ぬほどすごいことなんですよ。だってフルオーケストラってバイオリンだけじゃないんだよ。もうバイオリンだって、あのもちろんバイオリンね、あのファースト、セカンド、ビオラ、それからチェロ、それからコンバスとかもいますからね。でその上に木管、金管、
ね、それからハープとかパーカッション、ハープってこれね、ハープとかあのパーカッション、パティンパニーボロロンとか、もうそういうのとかも何もかも、そして指揮者、指揮者も出ましたからね、そういうの何もかも使って、まあそういう公共ちょっと今ちょっとあの口内炎ができててうまく言えないんだけど、公共曲をみたいなのを、まあ、作る、もうね一体譜面作成に何ヶ月かかったかはもう覚えてないけど、とにかくそのレベルです。で、一案ちょっと見せてよ、あの一案がうちの事務所でキープしてた当時の譜面があるんで皆さんにね、もう私もこれね見れたらもうね涙が出てくるよ。まずちょっとこれ小さいんだよね、もう老眼の人なんか絶対見えないって。まずこれ上から下まで全パートのこう振り分けが書いてあって、頭からもうこれ何ページぐらいあるんだろう、ちゃんちゃかちゃーんでこう始まって、ね、こうほらいろいろこうレコーディング中に記したここ赤とか青とかね、ここもう一回とかなんかいろいろこうね、何ページにもわたってこうやって譜面、これ全部手書きですよ、私のコピーなんだけどね。でこれ全部このように書いていって、まあね全員で常にいっぺんに音を出してるわけじゃないから、お休みとかしてるところもパートもたくさんあるんですけど、これで多分第一楽章が終わって、じゃあ第二ねとか言って、で次に行ってるんですが、これ17ページ、全17ページ分あります。でもうこれね、ほんと大変だったんですよ。もうね、私の音楽人生で一番カロリー消費の高かった日で、まずですね、もうやりたいっていうその気持ちだけで動いちゃったもんだから、わからない楽器とかも死ぬほどあるわけですね。その時に私が何を頼りにあれを書いたかっていうと、よいしょ、これです、じゃん、コンテンポラリーアレンジャーというね、この分厚いこの本、ここにいろんな楽器のドン・セベスキーさんって人が書いてるんだけど、いろんな楽器の解説が書いてあるんですね。これ皆さんアコースティック楽器とてか、そのクラシック楽器とか興味がある方とかはぜひこれ見たらいいと思う。ちなみにいろいろ例えばだけどね、例えばこういうふうに私もチェックしていたりしますけど、ここはね、金管だ、金管ブラスね、金管だからトランペットね、トランペットの最もいい音域とか、こっからここまでの音が一番いい音だぞとか、限界はこの辺だぞとか、でそれ以上のでもそれ以下でもの譜面を書くと結局音が出ないわけですから、そういうのが全部の楽器に対して書いてあって、もうね、本当これをもう本当に見ながらで自分でこうね一生懸命だってさ、考えられる、こんなさ、これ映ってるかな、こんな実音にしたら、その楽器っていうのはその譜面で書いてる音と出てる音が違う楽器っていっぱいあるんですよ。ピアノとかっていうのは、なんか私急に今日語ってるけど、ピアノってドレミファソラシドがドレミファソラシドじゃん、なんだけど、例えばラのフラットがドっていう楽器もあるんです。変でしょ、だからラシドレミファソラって言いたいところ、これをドレミファソラシドって言うんですよ。もう考えられないでしょ、そういう楽器がたくさんあるわけだから、譜面で書かれている音と出てる音がまず違う。だからそんなもう頭がおかしくないそうなことはできないから、私などはコンサートといって鳴ってる音で全部話します。で全部譜面を書いて、当時はね、シャフ屋さんっていう仕事の方がプロがいて、じゃあドレミファソラシドで書いた、私が書いた譜面を、じゃあアフラットのキーに全部転調移調して書き直してくれますっていうプロがいたんです。でそういう人が全部譜面を書き直してくれて、それでスコアっていうものがそれぞれのパートに行くんですね。でまあ私はもうそれをひたすら聞いて、おかしいと思ったところはさっきみたいにこう赤とかなんか青とかで丸とかして、譜面どうなってますかって言ってチェックとかして、もうね、その日の写真ね、私家に自分の
写真とか全然置いてるタイプじゃないんだけど、これだけは人生の中でやっぱり私の音楽人生の中で一番頑張った日かもしれないと思って撮ってある写真を今日は家から持ってきました。じゃん、これです。私がどこにいるか分かりますか？私はこれです。これね、一生懸命このおじさんにですね、その音何ですか、その音ちょっと聞いてたら半音違うような気がしたんですけど、その音合ってますかねって言って多分質問してるんですね。で、この周りのね人たち皆さんこう来ていただいた、え、いやぼかし、だって生放送だからぼかせない。じゃあちょっと弾いとこうか。まあ、とにかく大丈夫大丈夫、これだって30年ぐらい前だからもう跡形もなく年を取られてるからきっと自分でもわからないと思います。だってそれぐらい昔だもん。いや、それで大きなねアバコスタジオって今もうないだろうな、大きなスタジオで全員呼んで、それで指揮者の方もね、拝島さんっていう当時指揮者の方もお願いして、で集合時間のもう4時間ぐらい前から私はベーシスト の酒井のりおさんっていう友達をちょっとお願い来てって頼んで、なんで呼んだかっていうと、まずその人に写封してもらってる譜面が間違ってないか、まずそれチェックするのが 大事なお仕事で、だってもう鳴った瞬間にこうさ間違えただけだったらめちゃめちゃだから、よし譜面チェックだとか言って、で等音記号と変音記号でこう私の書いてる譜面っていうのは分かれているから、私がそれを読んでいくから書かれてるものと合ってるかチェックするんだけど、変音記号っていうのは不慣れだから、ベーシストって変音記号ね、ベースは変音記号で書かれてる楽器だから、変音記号のものはベースの友達に全部読んでもらって、私は等音記号のものを読むから、じゃあ順番にやっていくよって言って全員分譜面をチェックして、もう本当にね、もうなんて言うんでしょうね、青ザメールを通り越してもう赤紫みたいな感じの顔になりながらで必死にやってました。でね、まあこれI Love You のビデオの時は1楽章しかなかったんだけど、あれ1はフルで聴くためにはシングルズの CD を聴くのが一番、そうだね、そうか、シングルのシングルズというプリプリのアルバムのオープニングに入ってると思うんだけど、ね、あれちゃんちゃちゃんちゃんのとこも入ってるの、あれだから最後まで入ってる、最後まで入ってるよ、マジか、登場のシーンのところもマンボウみたいなちょっとダッサい金管のブラシの私が書いちゃった、あれも入ってるの、そうか、じゃあ第一楽章は皆さんが見た I Love You ので、その後はメンバー登場ってことで、じゃんってこうメンバーが登場できるように同期 のリズムを流してブラスのフレーズを、もうこれがねダッサいんですよ私の譜面が、でもうね、え、長い、いやちょっと私今日これで終わるかもしれない、だってちょっと語らしてよね、すごいダサいんだけど頑張って書いて、で最後もう一回みんなでね、こうまたこうジョン・ウィリアムスの世界に戻って終わるっていう、なんだけど一箇所ね、この譜面に書いてあるかな、どうやってもね、どうやっても譜面、あ、ちゃったかか、あ、ここだ、ね、ここだって言ってもちょっと皆さん見ても全然面白くないと思うんだけど、ここのねページのね、ここのねこのフレーズね、本当は全員でね、ちゃ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 ん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 、それでもう困り果てた私はもう半泣きになりながら、指揮の拝島さんと、どうしてだろう、譜面上は絶対汚いはずないの、ピアノでこうやっていって、ほらほら汚くないでしょ、ほら汚くないでしょって説明したんだけど、その時拝島さんがね、かおりちゃんね、音楽というのは譜面上美しくても、ピアノで聴いて美しくても、いざ鳴ったら汚いものっていうのはあるんだよ、それに理由はないけど汚いものは汚いものなんだよって言われてうん、わかりました、じゃあどうしようって言って全員ユニゾンにしました。なんでそういうエピソードもあったんですけど、まあそこで私は
そうか、汚いものっていうのは理由がなくてもダメなんだということを学びました。もう長くていい加減にしろよって感じですよね。じゃあ、まあ、いや、だけど本当なんだもん。いや、だってこんなことをさ、汚いってどういうこと？汚い、だからさ、不協に聞こえるっていうかさ、美しくないわけよ。例えばピアノで弾いたらさ、例えばで綺麗じゃん。で、譜面を書いたとするよ。で、これはこうやって全員で乗ったらこうやりますって言うと綺麗じゃん、うん、だけどさ、じゃあやってみますよって言ってやるとなんか汚い、気持ち悪い、だから、うん、なんか誰か間違ってないみたいな。だけど間違ってないわけだけども不快な感じなる。だからやっぱり生の楽器っていうのはさ、ピアノと違ってここを押さえればいいってもんじゃないから、そのそれぞれのちょっとこうなんて言うんでしょうね、音程感とか、それによるたくさんの人数がいるから、ちょっとしたことでこうなんでしょうね、まあそれがでもクラシックの音楽のさ素晴らしさだと思うんだけど、それでもうどうしようもなくなって全員ユニゾンにして、でも結果としてはそこすごいそういう場面で良かったなと思うんだけど、あの時はもう本当に涙がちょちょぎれましたね。どうしたらいいか分かんなくて、だってみんなまだみたいな感じでおじさんたち待ってるし、もう本当に青ざめましたけど、まあそんな私のミュージシャンとしての、一番カロリー消費の高かった一番長い日の話でした。まあね、よかったよ兄ちゃん、もう今更死んでもこんなことできないよね。できないね。ね、バブルでよかったね。誰もやらせてくんないよね、ソニーさん絶対ダメって言うよね。まあ当時はね、いいよって言っていただいて、はい、一応これ私のね、あのテンパリ記録ですからね、一生の記念として。でもまた1ヶ月でも大変でしょ。いやもう無理だよ、あのガッツないね。あのあとさ、NHK の番組かなんかで私が棒振ったこともあったよね。そうです。これ語り出しちゃうともうちょっと曲げた、ここから30分だから今日はやめとくね、はいはい、うん、あ疲れちゃった喋ってまあね、でも本当にそういう何でしょうね、こう本業じゃないことなんで、まあ、私もテンパったり本当に顔が青ざめるようなことをたくさんやりましたけど、まあでもね、こうしていい思い出です。あれから30年ぐらい経っても今でもこの写真見ると、うん、この日乗り切れたんだからなんとかなんじゃないかなみたいな気持ちになります。ちょっと一応、はい、これちゃんと持って帰るから。じゃあどうしよっか、これももうあのお前、はい、これもいいや、はい、あっちを置いて歌うか。よいしょ。あ、今週はそういった後ジュリアンだったんだよね。あのジュリアンはまたちょっとだけね、ジュリアンは忘れもしない、あの時のプロデューサーが君たちね、私たちはプリプリね、君たち、あの今が人生で一番最高の時です、女としても、まあミュージシャンとしてはね、これからいろいろあるかも分かんないけど、女として一番綺麗な時です。なのでアップのビデオを撮りたいみたいなことを言われたんだよね、いちやん。はい、いや本当に覚えてる？覚えてる。いやもう、そう言ってた、言ってたよね。もう今が一番綺麗な時です、もう絶対こっからもうあのババになって落ちていくばっかりですから、今が一番綺麗だから残した方がいいってそのビデオのプロデューサーに言われて、あのなんだとってこっちはその時はね、あの当時まだ25ぐらい、ジュリアンの時なんかね、3とか4とか5とかそんなもん、えまだまだまだでしょとか思ってましたけど、改めて見たら本当にあれ人生最高だよね。もうね、やっぱり年には勝てないんですね。だからやっぱあのプロデューサーの言うこと聞いてアップのね、すごいドアップだね。すごいドアップだよね、うん、しかもあれ1個のカメラで、あの編集してないのね、ワンコーラスまるまるで、一番最初のジュリアンあなたの笑顔は日ごとりそうとっていうところにの私のアップなんだけど、ここに髪の毛が1本ね、なんかね、なんかちょっと一本だけこう顔にかかっちゃって、気になって、なんかあっと思って、日ごと
にそーっとってこうそっとね髪の毛一本を邪魔なもんだからこうどかしてるシーンがあるんですね。これあのなんとなくこうやってるんだけどよく見るとあ髪の毛邪魔だったんだなっていうシーンなんで改めてもう一回そういう目で見たらあ髪どかしてるどかしてるみたいなそんなビデオです。喋り疲れたよさすがに。じゃあ行きましょう。よいしょ。喋り疲れたところで歌うの？うん、歌で休むのか。次だの。赤さしジュリアンあった。よいしょ。ちょっと本当に疲れちゃったよ。今日は喋りすぎました。じゃあこの曲は一番最初に弾き語りをした曲かもしれないな、うん、まあこういうのはなんとなくねバラードですから、まあ、先週の話じゃないけど比較的こうやりやすい感じのこれよく高嶋ちさ子さんと2人で、目覚ましクラシックスなどにお呼ばれした時に2人でやったりします。じゃあねやってみましょうか。90年の作品ねジュリアン。こんな切ない恋を
わせてジュリアンでした。ジュリアンさ、今やってて思い出したんだけど、最初ね違ったの。ジュリアン、あなたの笑顔は、あって歌詞はないんだけど、聞いたことあるなと思って、ほんでメンバーに曲、あの新曲できたよって言って、バラードだよって聞かせたら、香織これあれじゃん、なんだっけ、あのビギン、なんだっけ、恋しくってだよね、そうビギンじゃんって言われて、あ本当だ、チャーダレダラダチャーダダダってとこめっちゃビギンだよねと思って、あビギンだったのか、だから聞いたことあるなって思ったんだよって言って直したので、ジュリアン、ダダ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 、チャチャっていけないから、ダダダダダ、チャチャダダ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 、丸く収まった曲です。危うくビギンバクチャーとこでしたね。危ない危ないっていう感じ。あ疲れたよ一夜、はい、で一夜ほら今日なんかお知らせなんでしょ、はい、はい、ちょっともう私疲れたから一夜やって、どうしたらいいの、でそこに行って、カオルちゃんそこに行っていい、はい、でついに顔出し、いやなんかさ、うん、顔を隠して出すのもなんか隠して出すのもいやいや隠し続けるのも、うん、失礼かなと思って、失礼じゃないけど、いや失礼かなと思って、皆さん、まあ、じゃ あ今大丈夫だよ、セーターしか映ってないから、か、うん、皆さんこんにちは、あのさ、きょんちゃんじゃないんだわ、いやいやだ何威張ってる、いやいやいや、はい、じゃあだってここにいるしかない、いいはいはい、どうぞどうぞ、はい、皆さんこんにちは、私が千村恵美子でございます、あのね、皆さん、これを見てください。これを見てください。あれちゃんと映ってるか。当たり前じゃん。逆さまに映ってるの、こっちから見たら。そか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 、大丈夫見てる人は。ですね。ステイブルー。これがですね。見てる人大丈夫じゃないか。見てる人も大丈夫でしょ。大丈夫か、うん。そうですよね。そうだよ。だからこっちから見るとおかしくなっちゃうの。はい。はい、そうそうそう。でね、うん、ほら、ちゃんとカメラ見ないと。あ、そっ、いやいや。カメラ。あ、そうね。あ、カメラね。はい。アンロック・ザ・ガールズ3。ステイブルーが2月17日にリリースされます。あ、じゃあ私が BGM 弾いてあげるね。それで、岸谷香織初めてのオンラインサイン会などというものを開催しようかと思っております。ね、詳しいことは、この後5分後に、デジオくんが、ブログ、ツイッター、ホームページにアップしますので、皆さん見てください。で、とにかく香織ちゃんがネット上で、オンラインでそのサインをしているところを皆さん見れるという、そういう企画です。じゃあ聞いたことない曲にで、ぜひ、この後ホームページで告知いたしますので、ホームページや、ブログやツイッターでぜひ皆さん参加してください。まあ、いろいろと、いろんなメガなんだっけ、メガジャケとか、あのポストカードとかいろいろありますけれども、皆さんすいません、あのみんな頑張って岸谷香織のこの CD を売ろうとしております。締めっぽくない、あ、そうか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 、失礼ということで、あの私はこれで失礼いたします。はい、どうも失礼いたしました。もう終わり、もう終わり、大丈夫、ちゃんと言ったの、みんな分かったかしら。まあ分かんなかったらホームページ見てください。ということです。全速力で駆け抜けてゆけ、太陽にキスを、空は泣ける花、スペシャルなブルー、青い夏の作りに今を焼き付けろ、終わらないから、ああこの輝きはしている感じの曲です。じゃあ皆さん、オンラインサイン会、はい、ネットサイン会、オンラインサイン会、あ、オンラインサイン会でお会いしましょう。
まだ？あ、すごい。はい。で、どうぞ皆さん、チャンネル登録をジャンスカしてください。ね、それから、いいねもいっぱい押してください。よろしくお願いします。今日は話が長すぎましたね。失礼いたました。じゃあまた来週。はあ、疲れちゃった。じゃあ、終わりにしますかね。はい、全速力で駆け抜けていく。ミュージックフェアはオンインエアは今度の2月6日あだそうです。2月の6日だそうです。めっちゃ若い男の子たちとコラボしてます。ストーンズね、ジェシー君と、うん、そう、京本君、くん、一緒に M 歌いました。とてもお上手な若い、もう、うちの息子ぐらいの年、ね、いや、ちょっとそれはちょっと嘘だな、息子よりはちょっと上、ちょっと近年見たことがない、美少年たちと M を歌うことになってます。ぜひ皆さんお楽しみに。その感想なんかも来週いっぱいの来て書いてきてね。なんでよろしくお願いします。バッハハーイ。全速力で駆け抜けていく。太陽にキスを空は持っていたよ。デジョーク、もう終われなくて困ってんの。いいの、バイバイ。全速力でかけ、もう早く終わんないよ。